有炒蛋的吗？我好吃那个，你这个都往哪里塞的呢？啊，这个我都不知道它是怎么来的。你弄的？啊？哎，阿嫂，你看我吃啥？啊？太多了。I'm going to go to the hospital.
要素ないから、適当なおむすび三つぐらい。
方々来ていただけるとありがたいなと思います。
荷物が投げれんやろか。ここある。使うんじゃないかと思ってるからさ。いやいやいや、使わんもん。これ使ってる、これ。使わん。どこ行く。まあ、どうする？6番。6番って何が？あ、俺はしないよ、今日は。今回は。うん。まあ一応ネット配信あの YouTube だけ撮っていいか。お前めんどくさいです。誰か流すでしょ。あ？誰か流すでしょ。いやいやいや、もうネット配信して録画のやつは上げるけど、ああそうやって字幕つけた配信にするタイプ。あれは何言ってんの。このまま字幕だって今から生でつけるんで、まず多分それを撮ってる人がいるからね。撮ってるから自分がやるけど。はい、どうですか。集めてるからね。なんかなんだってやたらとさ、メタルオンとか狙いかなって。あの、なんかどうですか。ぶっちゃけ一個初めてやられて思ったけど、これ普通に紙切ったってもやだなって。まだ後ろ歩きだけですね。そう、終わりができた。I'm not going to do that.
あんまり聞かないじゃないか。
Thank you.
Thank you.
はい、これいっぱい。いや、わかる。配信止めよ、配信止めよ。はい、はい、はい。もう配信はこの2個だ。はい、昨日は1台だったけど、今日は改善して。行けようみたいな、一台はいらん。大会前回の外伝は4台やった。あ、やってたね、そういえばね。いらんってなって。あ、確かにね、見るのもね、上手によって見れないから。でもね、まあ、後で見れないし、後から見れるじゃん。全試合同時に見れるんだって、後から見れる。やってきたら、まあ、やっぱりビリビリもね、あのデータが壊れてもらえるから、いや、データが変わるって壊れてる。今、最悪は予備でやってる。まあ、どっちか行ってないの。まあ、シート持ってる人は見ると見ると思う。あの、最悪は、マオはもっと。今、マオはわしの家に泊まりに行ったから。遅くなって申し訳ないけど、まあ、なんとなくあのツイッターのその状況を見て、ああ、どうなんだっていうのは、ちょっとブレスピーだけじゃないと遊んでるんだろうな。週末はいいと思います。お、あ、オペ前仕事、オペ前仕事。試合が始まりました。この赤い線よりも入らないのです。赤い線がございます。こちらバックヤード側の赤い線と選手側のやつ入っちゃいけないよってのがありますんで、応援とかするのはいいんですけども、あの線の内側に入らない方でよろしくお願いいたします。その意味ですけども、本日の大会中は着席線を喫煙はご遠慮いただきます。もうモクモクになってしまいますんで、まあ外にも配線ありますし、あの教頭のそばにも配膳がございますので、そちらの方であのタバコ水道しながらやっていただけるといいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、教頭の元のタバコは吸えません。本日はよろしくお願いいたします。はい、エントリー受け付けております。まだ受け付けてないね、お暇な方とかいらっしゃいましたが、今ならなんととっととできますので、よろしくお願いいたします。今ならなんと、すぐできますので、よろしくお願いします。
もう10円に夢中になってね、今回も12位になって閉めちゃいますんで、閉めたあとはちょっとリストよろしくお願いいたします、タイムスケジュールちょっとちゃんとありますんで、進行していきたい、ちゃんと進行していきたいんで、その辺ご協力お願いいたします。いらっしゃいましたら、今なら、なんとすぐできます。よろしくお願いいたします。マジか。このシャトルなんかね、あるのがもう10年ぶりなんていう人もいらっしゃいますが、ポストマンとはもう10年ぶりに会いました。びっくりしました、私、はい。昔会った時にはストーバックの方が19歳でしたけど、今もう無卒のペーターになっていると思うと、いろいろ考えることがありますね。考えることがございます。まあ、世間話しつつも、エントリー受けて作ってみます。言いたいことはそれです。田坂さん、今ならなんと取っとくできます。あThank you.
締め切りで準備できたか。あざわざあらゆるカメラで映しておくんで個人情報見えるんですよ。あとはああ、それはいい。もう今頃今日は分煙らしい。ここら辺はタバコ吸えないです。それはありがたい、すごくありがたい。足もタバコ嫌いです。マブラコットも美味しいです。はい、ちゃんと時間守ってね。時間だけ守って。もちろんもちろん。だから金庫に来るから。分かんない。もうそんな出歩いてられないから。じゃあ今日終わったらマブラコット。ありがとうごちそうさまでした。まず未来は準備やりとか言ってもらえる。
おはようございます、皆さんいろいろね聞いておるために挨拶もそこそこにエントリーなんかしていただけるとありがたいと思っています。あ、藤本来た。
はい、ですね、本戦出場者の人も、エントリー同時に受け付けております。草君とか来てくれるとありがたいです。そうだよ。
はい、おはようございます。シャルでございます。エントリー受け付けてるよ。今のはなんとすぐできるよ。ハチ君もエントリーできるよ。エントリーできますよ。アモン君おはよう。
Thank you.
わかんない。
はい、エントリー締め切り20分前ですね。はい、起きた。お願いします。はい、まだね、エントリー終わられてない方的な方は、終わらせていただけるとありがたいなと思っております。まあ、噂では琴田が来るとか言うんですけども、姿を見た人いますか？
日もお越しいただきありがとうございます。プレイヤーの皆様にお願いなんですが、対戦台、対戦されている台での、喫煙は必ずやめてください。対戦されている方、対戦台での喫煙は必ずやめてください。そのために対戦台とかに灰皿置いてませんので、タバコ吸われる方は、席離れて、後ろの方で吸ってもらう分には構いませんので、対戦、もしくは大会の時は、喫煙はなしでよろしくお願いいたします。締め切りの12時まであと残り10分弱です。エントリーされてない方は、お急ぎください。まだ、来られてない方とか、聞いてるっていう連絡聞いてるって方も、先にエントリーしてもらって構いませんので、代理エントリー構いませんので、まだ来られてない、間に合わないとかで話聞いてる方は、代理エントリーお願いいたします。ちょっと
始めてからはちょっとお願いしにくいことなのですが、ゴミ、飲み物とかのゴミ、あと食べたものとかのゴミはちょっと皆さん丁重にゴミ箱によろしくお願いいたします。ゴミ問題はどの大会行っても相変わらず話題に上がります。皆様ぜひゴミに関しましては温かい、ご協力をよろしくお願いいたします。締め切りまで残り1分か2分ぐらいです。はい、まだ乗り試合やってて大丈夫です。
締め切ってから準備しますので、また始めるときにはこちらからアナウンスしますので、まだロジャーしてて結構です。はい、じゃあ一通り締め切った後、準備しまして、くじを、当日予選参加者の方は、くじを引いてもらって、トーナメント表を埋めていく形になります。なので、のじわいしてしていただくのは結構なんですが、くじ、呼ばれましたら必ずくじを引きに来てください。その辺のご協力よろしくお願いいたします。締め切らさせていただきます。12時回りましたのでエントリーを締め切らさせていただきます。こちらの方で準備、でき次第、抽選の方に入ります。抽選の方ができ次第、呼ばれた選手の方は必ずこちらにくじを引きに来てください。準備できましたら、アナウンスいたします。選手をお呼びしますので、くじを引きに来ていただいて、透明の伝統表を埋めていきます。選手の方々ご協力よろしくお願いいたします。
最終予選の準備できましたので、呼ばれた方はくじ引きに来てください。ソマックのみおさん、はい、くじを引いて、くじ引いたのを教えてください。今回27人いますので 0.5 回戦が3つあります。いい、読み合い堂さん、はい、じゃあスターに、スターがくじ持ってますのでスターのところまでお願いします。はい、伊佐治さんは対戦中だね。はい、伊佐治さん後で来てください。ポストマンさん、あ、ごめん、今日、あ、席座っててください。スターが行く、くじを引いてください。くじを、懐かしいな。行きました、はい、はい、森さん、はい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 、懐かしい。 OK、 はい、篠本田さん、はい、万楽さん、あげ、あ、ポストマンとか、あ、はい、セロテープさん、はい、クスモンドさん、後回し、はい、江戸さん、のしやいせたら手挙げて、スターが回るので教えてください。カチューさん、カチューさんで、今
ゴミ用だ。
さんは何時開始？もう何時開始分かる？準備できたらもうできる。はい、ちょっとこっち側にはちょっと待ってください、来ないでください。今ちょっと見せる方法を考えてます。あ、こっち側に来て、え、こっち側に来て、あ、どうして戻すんですか？ありがとうね。あとトーナメント表取ってくれ。どうなったか言ってないやろ。もうこっち持ってきてるしか言ってない。あの、とにかく、僕が変わるから。
はい、決まりましたら着席してお待ちください。スタッフが行きます。スタッフが、先方申告を聞くまでは勝手に始めないでください。スタッフが先方申告を聞きに行くまで勝手に始めないでください。そして D 0.5 回戦からやっていきます。あ、0.5? じゃあ、何台進行でやるの？まだ、いや違う。はい、呼び出していきます。一番手前の A 筐体で小手さんと田坂さん着席してください。B 筐体その隣の台で、フジモンさんとアモンさん行きます。その隣 C 筐体の方で、あ、じゃあ2台で行く。はい、まず0回戦から始めていきます。0回戦始めて、いきますので、次 C 筐体の C ブロックの、0回戦をやっていきます。最初はグー、じゃんけんほい。はい、どいてどいてどいて。アモンさんツーピーだ。はい、じゃあネイリスターカップ最終予選始めていきます。皆さん拍手。はい、じゃあタイムを決められた方からスタートボタンを押して始めてください。トバック飲みよは、はい、A 筐体の方ですね、一番手前でやってる方が、固定対田坂ですね。 1P が、固定、 2P が田坂ですね。で、B 筐体の 1P がフジモンで、2P 側がアモンですね。まず、おのおの 0.5 回戦から始めていきます。C 筐体、C ブロックの、0回戦、オレリューさん、トリサジさん、クセモンドさんとソバックの皆さん、準備しておいてください。
筐体の固定、高さは、まず固定が戦勝一人抜きで、B 筐体の、アモン対フジモンは、フジモンがまず一人抜きで、キャラは変えずお互いメインキャラ同士で先鋒対中堅が始まってます。中堅同士です。2P 田坂は対象戦、対象キャラになります。はい、A 筐体は、小手さんが、1回戦、0.5 回戦勝ち抜きにリーチ、フジモンも 0.5 回戦を勝ち抜きにリーチをかけました。はい、A 筐体の方では、田坂と取り返して、対照戦になります。はい、B 兄弟決まりました。0.5 回戦はまず B ブロッカー、フジモン。そこに、今空いたところに、ストマックのみおさんとクスモンドさん着席してください。はい、A 筐体では田坂が逆にリーチを仕返して2セット目、
座られましたら必ず、申告してください、スタッフに先頭申告してください。はい、じゃあ、影響 A ブロックも決まりまして 0.5 回戦勝者田坂、そこに、オレリュウさん入ってください。始めてください。 C ブロックの、0.5 回戦ですね。はい、次いきます。ここからは、3大進行でやっていきますので、呼ばれた選手の方では、C ブロック 0.5 回戦、まず、A 形態が、1P にオレリュウのバイソンですね。まずバイソンが先勝、オレリュウ先勝で、 2P のイサジは中堅でまたキャミー、そして、B 形態の、B 形態の、C ブロック 0.5 回戦ストバックもミオタイクスモンドですが、ちょっと今スコアが確認できないのでちょっとお待ちください。はい、クスモンドが2連勝してますね。ストラックも見るが大将の、残切りになってます。C ブロック 0.5 回戦の右端の方、ストバックの見当たり、クスモンドは、クスモンドがリーチ。で、あ、まだ折れた。はい、A 業態は、オレリュー対戦時は、オレリューがマッチポイント。あ、セットポイントですね。心が壊れやすい。さあ、C ブロックの右の 0.5 回線、クスモンドが中継。
同じく左側の方をレリューが自力で、A ブロックの方に入っていきます。 0.5 回戦終わりましたので A ブロック、続きをやっていきます。A 筐体の方で小高商店さん、読み合い堂さん着席してください。で、B 筐体の方で兄貴さんと篠本田さん着席してください。申告してますが、合図があるまでお待ちください。朝か早くも天然が見れることでした。はい、じゃあターボを決められた方からスタートを倒して始めてください。はい、呼び出していきます。のぐっちゃんさん、かつさん、はい、A 筐体でやります。スターが、スタッフになりますので A 筐体側に寄ってください。組長が、A 筐体スタッフしますので組長のところまで来てください。 B 筐体で、森さんと田坂さん、森さんと田坂さん、B でやります。はい、A 筐体今やってるのは、読み合い堂対、小高商店、そしてB 筐体には、兄貴対、篠本田という形になってます。まずは各ブロックごと全部消化していきますので、今は A 筐体の方、 A ブロックの方だけやっていってます。 A ブロックが決まったら B ブロック、そして C ブロックという感じで流れていきます。A 筐体、読み合い堂対小高商店、まず小高商店が先勝、そして、読み合い堂は中堅、もう一回入れていきます。して篠本田のみが冴える。先鋒戦から早くも熱い戦いの B 筐体、篠本田対兄貴はまず兄貴選手を、そして篠本田は中堅、もう一回本田でアタック、そして A 筐体は、読み合い堂対小高商店、小高商店見立て、読み合い堂はサイドリードアタック、篠本田は大将になります。 A 筐体は三立左政治と読み合い堂が今のところ踏んどまっている。
状態は、カズが2立て、そしてノグちゃんは龍か剣か龍でいった。カズが2立てに対してノグちゃんサイド龍でアタック、先方対処戦影響体。B 状態は、森の龍が、このまま 2連勝して田坂は対象になります。
おたか商店はこのカラーを変えて、挑みます。無敵カラーの方ですね。灰色のカラーに変わりました。B 筐体の方は森尾アは一本選手して、あ、ダブル KO かな。ダブル KO になって、さあまだ先方戦は決まらない。ガエルガエルは最終試合になります。でもそれだけ見応えがあります。第1でカズが取り返して、プロフェッショナル同士、この体力削るところも難しい。リードされると取り返すのが難しい。B 筐体、森対カズはファイナルラウンドを制したのは森。そしてカズはセカンドキャラ。あ、中堅ですね。セカンドキャラを選ぶのは DJ でいくのか。DJ でいきます。 B 筐体森対カズは森の戦勝から、先方中堅戦。A 筐体は1、さあ小高商店が星を取って1対1。森に立て、アイスを引きずり出す。影響体は小高がやつ すごい噛んで技を的確に当てに行く。技を当てる回数が増えてきている小高。さあ2軒冷静のうちまで踏ん張るか。後方は前飛びは許さない。数が取り返して大将として踏ん張りを見せる。そしてスタンプが当たって小高2連勝。B 京都は森が第2ラウンド取り返してマッチポイント。ジャックナイフカスマトが始まる。ヘッドで抜けるもきっちり隙に落ちる。カズが取り返して森は中継。めくりからコダが決めて、コタ
パが決勝リーチをかける。勝者決定、勝ったのは森。森選手は A 強体で勝った選手 とブロック決勝を行いますのでちょっとお待ちください。 A 強体は、1P に兄貴の大将のダイル、そして、B 強体小田商店は中堅のダイルです。お互い精神と魂を削り合うような動き、その中にもシンクロを見せる。今度は兄貴は綺麗線に合わせていく。あっと戦い追い上げる。お姉さんさあミス許されない。さあ生き残った兄貴耐える。兄貴耐えた。さあ2対2取り返して、お互い対処戦。大将小高商店は最後まで無敵カラーで最後アタック。あの無敵ガエルが認めた2代目無敵ガエル。ワンピア2期通知小高商店大将君飛び込みを決めるサイル兄貴。スターソニックで打ち上げながら出方を見て、お互いどこで流れを取るのか掴むのか、そうと細かくダメージを取っていくわ。小高が取っていく。飛び込み小高が削っていく。さあガイルドシン技がシンクロしてる。シンクロした技が相打ちで小高がリーチ。飛び込みをきれいに決めるぞ。おーと4秒のことが起きて、お互い何かどうしたのか時間が止まる。乗っかってしまうがダメージが多い。さあ 5段決めてめくりから投げ返した兄貴。これを削るのもまだ分からない。寄れば下がる、下がれば寄る。やい、兄貴が寄る。寄った勝ったよ小高。はい、次 A ブロック決勝いきます。はい、森さんと小高商店さん、じゃんけんでお願いします。今のは神人よ。はい、本戦切符をかけた A ブロック、ブロック決勝。はい、スタート、ターボを決められた方からスタートボタンを押して始めてください。はい、ターボさん、ワンピーが小高商店のガエルですね。そして 2P は森の大将。 A ブロック、ブロック決勝。勝った方が本戦進出。グラウンドが全てが森。ヘッドから流れで倍賞連携グラウンド差し替
しまう。ストレートとそれに返しリードしてる森の方、ジャクソニックで動かす、グラウンド刺さる、ここでヒット、まずは森。ダッシュストレートを見てから台足差し込んでいく。ここでまず1回目クレイジーどっとよ切れたところに琴が冷静に下までカット、グランド、おーっと冷静な対応を見せる琴が取り返し 1-1。 無敵カラーでいきます。そしてガエル、さっきは最後ガエル中堅先鋒戦大ヒットを届く、開幕の甘えたすセミカエル戦、さあ森の横投げ入ったとこ、さまたカット3連決めて、ちょっとめくれないセットプレーガード、掘っていく、止まったどこに森が投げ、まずは森、アッパー内から琴が距離取る、そしてソニック投げ、琴が無理をしない、画面領域に使う、カラーが変わるとなんかスタイルが変わったかのような戦い方、あーっとクレイジー起動した、セットプレー仕掛けるがソニックから投げる、折り返すはこれが、大ヘッドギリギリガードしてしまう、森は助かった形、しかしセットプレーを仕掛けるようなことが少し今度投げて、あれだ、得点後、あのね、グラウンドが当たる前にソニックの壁、着氷を的確に丸まりに行く、グラウンドかするが、ここでソニックを壁作って1取り返すはこだか、森は今度セカンドキャラ、龍に行きます、中堅同士、中堅はガエル対小高のガエル対森の龍、あっ飛び込みましたが繋げられず、森はちょっと助かった形、そしてフェイントから投げる、この橋の固め方はまさしく御嶽の流れ、御嶽のお箱、そして無理がと思いきや下がっていく、森はゆっくり距離を詰める、飛び込んでもまずは小高が先勝、めくり立つ巻き行きたかったがロケットになる、それを訂正に落として1入れ替わるした、森が立つ巻きで先飛びから投げ、足で肩に入れて勝利が終わり、さあ暴れを仕掛けて何とか転ばして流れを取りたい森だが、それはさせない、足に追い詰められても冷静なのはこれがきちっと対応していく、森は踏み込んでいく、勝利がちょっと出ない、竜巻に戻して、おーっと中足からのテラ投げ、踏み込み投げ、森取り返す、
第5スコア投げ先先制は森から、ハードウェイとソニックの打ち合い、垂直跳びは森読んでいたが勝利が森ナックルでさ、リュウの動くところ、いや勝利がない、おーっと真空被弾して森がリュウの奪う、さあ中中2発から一気に火力が来て飛び込みの鋭さ見せて小高入賞、ヒヤッとした場面があったが冷静にフォローを決めたのは小田商店、そして大将を引きずり出す森屋大将バイソン大ヘッド、これさっきもあった投げを生かせない、下がっている、橋で要塞を削くは小田攻める森、ターンからグラウンド削っていく、掘って技を潰す、これがラストが削れない、さあ中が締めて位置入れ替えて、さあ小田は無理しない、森なんとか詰めたい、クレイジー発動、まずは森中足クレイジー発動、パーンはさせないと中足から刻んで無理かと思いきや下がる、そして森は詰める、投げはいかせない、小高走りじっくりバイスの出方を伺う、無駄に技振らない、引っかからない、ひらしない、森トークスズナックルで、おかえりはあちら、取り返すはこれがビーチグランドダウチ、森はここでゲージ稼いでいく、大パントソニーが打ち、もうグランド相打ちが3回連続で4回目、4回相打ちでお互い体力がこの2触りがあって投げて勝ったのは小高、アイブロック決定、勝者は小高、皆さん拍手、はい、A 兄弟で、軍事 B ブロック始めていきます、はい、軍事さんとゆずるさん着席してください、はい、B 兄弟は C ブロックのオレリューさんと、カチューさんですね、はい、ターボ決まった方からスタートボタンを押して始めてください、はい、カチューさん試合です、最初の新、さっきは A 兄弟をまとめておりましたが、これからは A 兄弟に、B ブロックを、B 兄弟に C ブロックを始めて進めて、入れていきます、そこで試合を進めていきますので、配信見られている方、ちょっと勝手が異なりますが、ご了承の方よろしくお願いします、 A 兄弟の方で B ブロック、 B 兄弟の方で C ブロックです、はい、B 兄弟、C ブロックの1回戦ですね、カチュー対オレリュー、オレリューはバイソンのアタック、先勝してます、で B 兄弟、A 兄弟の B ブロック1回戦のユージル対グンゼは、まずグンゼが先勝、関西といえばこのザンギグンゼ、B 兄弟は勝ちが取り返し 1-1、
ずか、まず先勝したのはグンゼ。B 強対、C ブロックの1回戦、オレリオ対カチュー、まずカチューが先勝。オレリューはリューでいきます。さあバルーン王国で揉まれたオレリュー、このレースきっちり突きつけれるか。筐体はまず、ユーズルの中堅の DJ が取って、 B 筐体は中堅のオレリューのリューが取る。そして A 筐体も B 筐体も先方の軍勢カチューが取って1位。さあカチューが2立て、そして A 筐体はユーズルが取り返して1-1。オレリューはリュウから今度は倍速に変えてチャレンジ。A 筐体はグンゼが連敗を止めてユーズラ大将へ。カチューは勝ち抜きにリーチ。オレリュー、ここは踏ん張って1-1。さあ三択だけは阻止したい。軍勢がここはまず勝って先勝して軍勢が勝ち抜きにリーチ。オレリュー取り返して勝ちは中堅へ。めくりかしてる。そしてストマック投げ返されてしまうが、A 筐体は軍勢リーチ。中堅 B 筐体の中堅カチューは最後バルログでアタック。
ここで踏ん張ったわ軍勢。1回戦突破。はい、 B 筐体と A 筐体で万楽さんとポストマンさん着席してください。ナイスファイト、ナイスショット。ピュート的にファイナルじゃないのか軍勢さん。はい、A 筐体はじゃあ決まりましたらスタートボタンを押して、ターボ決められた方がスタートボタンを押して始めてください。すいません。はい、B 筐体、C ブロック1回戦はまず肩の勝ち。そして次、ハンモックさんとパルプンテさん着席してください。ちょっと始めてみて。はい、B 筐体始めてください。 C ブロックの1回戦第2試合ですね。試合は B ブロックスと1回戦第3試合ですね。澤田さんとセロテープさん、セロテープさん、はい、じゃんけんしてください。田中さん、あ、OK、ありがとうございます。はい、C、B 筐体は次、江戸さんと教授さんがやりますので、準備しておいてください。B ブロックの2回戦ですね。まずポストマンの対戦は2盾、そして B 筐体はハンモックさんのブランク筐体は決定。勝ったのはポストマンで、そこでセロテープさんと澤田さんとセロテープさん着席してください。ポストマンさんじゃないかな。違うって言ってました。じゃあもうこの前だけこうた。スマホの忘れ物が届いてます。皆さん確認してください。スマホの忘れ物が届いてます。スマホの忘れ物が届いてますが、A 筐体 1P 側だったので、ゆうずるさんとかその辺スマホ持ってますか。スマホ1台お預かりしてますので、身に覚えのある方はこちらでお待ちしております。 B 筐体ハンモック対、パルプンテは、ハンモックの2盾。そして、A 筐体は澤田対、セロテープですね。セロテープを狙います選手を。
はい、B 筐体は、パルプンテが取り返して、ハンモックが2、パルプンテが1。
筐体は沢田が先方選手をして1回戦突破リーチ。選手して1回戦突破リーチ。ここでセロテープが沢田の塁を縮めて2対2。沢田、かぶせ沢田ルーなのか、ケミなのか。はい、B 筐体は江戸さんとので決まり、ね、トップおめでとうございます。そして江戸さんと楠本さん着席してください。 B 筐体でお願いします。 B 筐体江戸さんと楠本さん着席してください。はい、じゃあちょっと待って。はい、じゃあターンを決めた方から B 筐体スタートボタンを押して始めてください。B 筐体、1P が F のブランカー、そして 2P はクスモンドの本田。お互い代表するキャラです。強体はセロテープが踏ん張っていく。アトミックが入り勝ったのはセロテープ。そして ARG とフジモン、 ARG さんとフジモンさんお願いします。影響体でお願いします。はい、じゃあ影響体もスタートボタンを押して始めてください。印象読みたい。B 筐体、まず先方戦はまずクスモンドが先勝。食らいながら噛んでいく。 F4 ネックでいざない。そして A 筐体の ARG はバルブ、そしてフジモンは DJ。 まずは B 筐体先取した、先制したのはクスモンド。そして B 筐体 F4 の中堅キャラはバイソンでいきます。バイソンできました。すごいめくりが入った連携。ここでクスモンドヘッドメックリカーズ取ったのはクスモンド。まずは楠本先生、影響ではすごい返し方。ちょっとコンボにつなげられない味、削ってフォロー取り返して。
はい、A 筐体まず藤本先生、そして B 筐体は A4 が取り返して1-1。はい、お疲れ様です。さあ ALG の中堅キャラはベガでいきます。ベガ対 DJ、 そして B 筐体はクスモンド、最後ホンダ。内門は動じない、 DJ で投げ倒していく。片や B 筐体 A4 のバイソンでここのホンダを駆逐していく。そして A 筐体はフジモンもラッシュ、一気に2盾。ARG は 2連敗か、対象キャラはどっちでいくか。バルログでいった。1-1のところからクスモンドに粘って、さあ A4 の大将引きずり取られる。押して A4 は最後魂抜けたブランカー。そして B 筐体は注目のカード、クスモンド対 F4、 リードしてるクスモンド。そしてクスモンドリーチをかける。始めてもらって結構です。マジか。
はい、B 協定、A 協定、まず 1P には軍事の懺悔、そして 2P はポストマンのバイソン、そして B 協定、C ブロックの、2回戦ですね。 1P にはハンモックのプランカー、そして 2P にはカチューのバルボですね。この試合は関西が関西勢が3人いますね。A 協会は関西人同士、そして B 協会は地元の若手が勝ち点2度目、そうとも言ってる間に A 協会はまず軍勢が2連勝、まず先勝してポストマンは中堅キャラサイドバイソン、タッチショーパンで止めていく運勢、この試合もまずは運勢から、こちらの横綱パーカーが撮影おおおお、飛び込んだけ、手前ローリングきっちり待っていった勝ち、まずは先勝先方先制者の勝ち、軍勢がバニー削ってきた、軍勢に立て、軍勢が33体使えて引き引そして B 協隊は渦中が中継と戦勝して、さあ噛んでいく、ここでポストマン取り返す、グランジャー中継、ここで渦中に立て、軍勢は最中堅の軍勢は最後残儀、軍勢中堅とポストマンは多少、そしてハンモックのブランカが対象だが、もう一回ブランカでアタック、さあ、かみつき3連発で、ハンモックは一緒にする。そして、止まったところにスクリュー決める軍勢。勝ち抜きリーチ。3段決めて勝った軍勢。そこで、セロテープさんとフジモンさん、A 協隊で試合を始めます。セロテープさんとフジモンさん、A 協隊で試合を始めていきます。
B 協会、カチューの3連勝でカチューが抜きました。次、B 協会、江戸さんとクスモンドさん。試合をお願いします。江戸さん、クスモンドさん。おいおい。あ、そう、ですよね。はい、じゃあ B 協会はそのまま始めてください。タイムの間違いだけないようにお願いいたします。A 協会はセロテープ対クジモ、そしてパスグのバンバク徹底してる。じゃあ動かしたセロテープ、チャンスあるか。トリマーティワン何点ボールですね。まずはセロテープ、そして A 協会、B 協会は知り合い多い字幕は江戸のチュンリーとキスモンドの本田。軍司さんとカチューさんは、この後試合がありますので近くに出てください。勝ったもんとブロック決勝を行います。何が恐ろしいんだけど、質問のグーグル変換方法が出るよ。セットプレーからクスモンドが一気にチュンリーのダメージを奪う。1対1のゴール。そして影響界も1対1狙った狙う、きっちりして技を刻んで、まずはフジモン。戦勝したのはフジモン、そしてセロテープ当ててくるのはホンダ、そして B 兄弟江戸対クスモンドは江戸が取り返して 1-1。 そしてクスモンドはサイドホンダ、江戸のミスにつけ込んで、まずはクスモンド、そしてフジモンが本田撃破。セロテープで本田の後残忍か。セロテープ失敗しました。残忍昭和さんに失礼。削っていく。ここで中堅道、中堅道から制したのはクジクスモンド、そして江戸は大将。サイドチュンリーリーグ影響対応取った、取った方、これはでかい。スラッ、非常なスラッ。
よしこんにちは。非常に冷たい大地が容赦なく刺さる。藤間は勝てばどうか。おアトリックが吸い込んで、さあ走さあにハウス突入だー。藤間が藤間逃げる。試合の一定は藤間容赦しない。一ミリも手を抜かない。あっ、ここした逃げる、バッタ逃げる。セロテープワンチュア引けるか。飛び込んだ。タイムアップ、藤間の勝利。はい、 B 兄弟決勝ですね。で B ロック決勝、藤間と藤間さんと郡司さんでいきます。スター決勝だけ終わってからでいい。最初はグーカンディ終わってからでいい。決勝やで。切り替えられん。さあ、B 兄弟は江戸対クスモンド。リードしているは江戸だが、背中切り。江戸取り返して2対2。はい、じゃあ B 兄弟、B ブロックの決勝 A 兄弟で行いますが、始めてください。はい、A 兄弟 B ブロックの決勝になります。A 兄弟 B ブロック決勝、ワンピークンズのザンギ、そしてツーピーはフジモンの DJ。スクリューでプレッシャーかけてく。もんで。さあ、パクハン決める。まずはくんぜ。さあ、江戸は徹底してくるさい。このゲージ台からのこのスタイル。だからこの、まず対象戦取っている。まず戦勝しているのはスモンド。レグイン、つながらず。あ、投げ一位目だ。押してくるんじゃ引っかかる。もんでさあ、足スクリュー。まずはグンゼ。そして B 兄弟は大将一位。大将戦かね。B 兄弟カチューの挑戦権を得るのはどっちか。ボス48点だ。ボスも48だ。はい、 B 兄弟勝ったのはクリスメンバー。そこで C ブロック決勝。カチューさんとクスモンドさん、お願いします。はい、今お互いに E ブロックと C ブロックのブロック決勝が始まろうとしてます。本戦出場の選手の13名、プラス統治女戦勝ち抜けられた方、今でいうと小高翔太さんですね。終わり次第始めていきます。会場内近くにいてください。さあ、 A 兄弟 B ブロックのブロック決勝。軍勢対、はい、B 兄弟始めてください。 C ブロック決勝。あ、B 兄弟 C ブロックの決勝。ワンピンはクスモンドのクスモンドですね。そして B 兄弟と CP 側にはカチューですね。
で、A 筐体はフジモンが取り返し1-1、そしてグーンズはセールズアンディアダック、 B 筐体はお互い変キャラ、バルロギ対ホンダ、ホンダはクスモンド、そしてカチューがバルロギ、やばしい、やばしい、 B 筐体一速、え、一速、 B 筐体一速スピード、あ、 B 筐体スピード一速です。まず B 筐体先勝したのがクスモンド、そしてそのあとの前に A 筐体は1対1から、さあ無駄にセットプレー、なんというかクスモンド回避、さあやっとの終わり際に体型かぶせていくクスモンドが取り返して、さあどの試合どの筐体も見逃せないプロ決勝、さあマシンガンガー A 筐体、マシンガンガーとしてケジュリーは行く、決勝カチューが取り返し先方戦 1-1、 A 筐体この中堅ドット、どっちが先に当たってる、おーっと大丈夫、あーやったのが藤本勝って、軍勢隊長引きずり出される、軍勢はこれです、魂のキャラ残忍、シブロッケーションまずはクスモンドが先制、勝ちは中継、そして B ブロック A 筐体のブロッケーションまずフィシモンが先勝して突破 A 置、B ブロックの勝ちはサイドバルロンがアタック、そして影響大軍勢じわじわと橋を追い詰める、おかしてめくり当たった、ピアした、フォーマット切れて藤本勝利、さあ残るはここだけです、 C ブロックのプロ決勝、先方のクスモンドはホンダ、そして中継のカチューはバルログ、先勝しているのはクスモンド、さあバルスロナは100巻逃げる、めくりから当てて、バルスロナ当てて、いろいろやりながら動く、お互い動いていく、振っていく、いつ試合が動くか、何もしないまま20秒ぐらい経過した、今日100連勝削る、あーハイクロやっと行かなず、行かず、削って、あーっと、ドローだな、これドローゲーム、さあ先方中堅ドローゲームで出したラウンド、カチュー執念のハイコードの削り、
さあゲージ飛びからはい、相打ちでここで試合が動く、20秒経って試合が動く、めくりのガード、さあ技を振る、必要最低限隙は見せない、タッチを崩す、まだ何もしないまま時間が過ぎていく、プレッシャーをかけていく、あー続きは遅い、ケズルは勝ち、さあ息が切れる、あー続き避難した、削って、さあ一個鬼武装で逃げてクスモンドが連勝クスモンド石の立ち回り、さあ、なぜかチューブはバルルが応援されます、なぜかチューブはバルルが応援されます、さあ、カチューバルルサイドアタック、もうやり慣れているお互い、さあ、隙は見せない、着地続き、セーフで出る、スーパーで落として、マイクロ、さあ勝ちのターン、プレス、投げ返して、頭突きで逃げる、そうはさせない、若干、スラバを引き継ぎ、つらい、ガンマチの本田に、クスモンドが走り引き込まれると思いきや、相手でいきなり返す、クスモンドが突破リーチ。完璧なキャラ対を見せるクスモンド、続きを当ててエラー、カチが攻める、分断しながらいい試合、お互い流れを作っていく、謎の行動は1回の削りも貴重、いやそんな余裕は詰めては逃げ、逃げては詰め、あーひっひゃくれつ乗っかった、強迫役列ちょっと出ず、さあ暴れた、少々決めた、勝ったのはクスモンド、はい、ネオリスターカップ最終予選の3名が決まりましたので、読み上げていきます。 A ブロック勝ち上がったのは小高商店さんですね。で B ブロックは、藤本さん、そして C 筐体は、 C ブロックは先ほど勝ったクスモンドさんになりました。これで16人が決まりましたので、本戦を始めていきたいと思います。本戦決勝に